完成かな。うぃー、骸骨の道路弱いんかい。こんだけ大掛かりで面白いギミックが用意されておきながら弱いんかい装備が。まあいいか、帰るか。この奥かな、 100m 先か。お、槍部屋か。吊るされてるのは何だろう。え、危なそうだな。確かに落ちてきそう。これ攻撃すれば落ちる。あ、落ちる。ああ、それしかないみたい。マジ帰ってくれる保証があるんですか、本当に。あ、来そう。ここは来そうだな。なんかすればなんかねえの、ここら辺特に触れそうな。火がついてない食材とかあったりする？ないな。上とかはないな。とりあえずその壁が、ディセンドで、間違えた、ディパルソで吹っ飛ばせるんで、吹っ飛ばして、ここは、え、何もあるわけじゃないのか。登って上に行けるよってこと？よいしょ。ナイスから、こう、いやー、いいね、いいね、いいね。強い装備なんていくらあってもいいんだから。あー、すごい。もう一個レベルが上がんないと装備できない、これは。 OK、 了解。よくにとどめとくか、強そうな装備は。んで、ウィンガーでもレビオサで自由自在に動かしまして、よいしょ、こっち側も登れるよね。おいおいおい、いいね。よさけの宝箱あるじゃん。あ、芸遊か、なんだ。なんだあれか、自分のマイハウスを、なんだろう、デコレーションするためのこういうやつかな。それっぽいな。なんか向こう側持ってったらさ、くれたりしない、何かに。あー、しなさそう。なんかそこめちゃくちゃ飽きそうなんだけどな。まあでもなんか何もないし降りるか。よっよっ、あー、水でした。一歩道じゃなかったわ。あぶねー、見回してみるもんだな、やっぱり。こちら側は宝箱がありんす、ありそう。え、あー、これあれか、ウィンタービアムレビオーサ、あれ、あ、じゃなくてアクションね。はいはい、帰ってくる道だったのね、これね。ここ空きそうじゃんって言ってた道ね、ここ。なるほどね。じゃあまたここに帰ってくることがあるんだろうか、ってことかな。なんか奥で出会って何かに、やばい逃げろっつって帰ってきたりする未来があんのかもしれない。だってまた広い道だけど、道じゃないな、広い道なんだ、広い広間だけど、なんだ、決闘の技術つけてる、逃げる。あ、結構多いか、さては。あ、結構多いな、もう使っちまうか。よいしょ、さすがにこれは効くよね。もう一発。コンフリント、いいね、気持ちいいね、やっぱりこれが使えると。だってめっちゃ魅力ね、きっとセラピファイでも効かないわ。やっぱ効かない、効かない、絶対いって見てなかった。セラピファイでも効かねえから、呪文変えようか。呪いが効かねえんで、こいつらには。少し聖地呪文とか効く？あ、そういうの効くんだ。便利だな、これ。モメンタムやっていくか、今後。いってー。さあ、右見張ってくんな。よいしょ。で、近づいて、インセンディオ。これで一気にダメージを与えたい。あぶねー。コンプリント。危ない。あぶねー。ちょっと人数が多いの、本当に。おい。唯一燃えてない敵にダメージが出るんじゃない。よし、インセンディオして周りにダメージ入れといて。危ねえ、危ねえ、いいよ。ちょっとマジ人数多いな、危ない。コンプリート、インセンディオやっといて、燃えたりすればダメージ入るから。危ない危ない危ない、マジで。結構人多くない？いや、減ってるだけか、別に。最初からコンフリンゴ、コンフリンゴ、インセン、あー、二次系インセンディオ、相変わらず。
よーし、どうした。わー、多かった人。まだいる、まだいる。ちょっと、多くない君。なんか、後ろ側から効果すんな。まだいるか、さては。いるー。真ん中から、インセンディオン。よし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 。全員燃やして、燃やしちまえばこっちのもんよ。よいしょ。やべ、あぶね。もう、囲まなければなんとかなるか。オッケー。あと一匹かな、君だけかな。インセンディオン。うん、倒ない。タワーで、やっぱ使いづれえな、インセンディオ。威力だけ見たらな、最強なんだけど、やっぱり、使いづらいんだよな、インセンディオ。いやー、集まっていくな、死者の悪臭が。意味あんのか、これ集めて。んで、また、あれかな？ガを集める回かな、これは。ルーモス。ガチャンをどこに集めればいいんだ。あー、あったね。努力源があるんで、ここに貼り付けといて。あともう一匹いるけど、いるけど。とりあえずデパルトする。まああそこが上がりますよと。あー、上がって上側にあんのか、ドアが。はい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 。じゃあ一旦、ここにいる仲間外れのやつを集めといて、持ったまま行けたりとかする？これ行けないよな。え？これ離れていくよね、だってね、離したら。あ、離れていっちゃうな。まあいいか、一旦上に上がれば何か見えてくるかな、他の道のりが。デパルト、デパルトやっといて、上がって、ここに1匹いるけど、あ、あるね、道が。こっからなんか後ろに回れたりする、さっきのやつの。あれっぽいわけじゃなかったわ。弱い装備が手に入っただけだったわ。あ、マフラーいいね、マフラーいいね、いいよ、マフラー。強いか、さては強いか。あ、強い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 。銃も違う、銃もいいぞ。ただちょっと熱苦しいんで、あとしとこう。まあ、タートルネックのセーター着てる時点で暑苦しいんだけど、まあ、一旦この上にいたやつをルーモス、あつめ、あー、やっべえ、いちなくなっちゃった。まずはデパルトか。で、これが降りる前に集めちゃって、もうここに一匹はめちゃうと。難しいな。一旦ね、あそこに、なんだろう、奥にいるやつとかを持っていきたいわけなんだけど、でも持ったまんま、あ、もう一匹いる、もう一匹ギターここに。あれ、こいつはどうすればいいんだ。はめちゃっていいのか。はめちゃったけど、これはさらに複雑みたいだよね。その下だったら、ここからこうルーモスしたら来てくれるとかない？いや、ありそう。ありそう、ありそう。そういうなんか微妙な感じの解決を立ったりする？これくらいの距離なら、ガクンが反応してくれるみたいな。そういうチュートリアルじゃなかった、こう、システムの穴をついていくみたいな解決を、あるんじゃないの？これ。正解になっちゃう。ルーモス上がってきてたんだ。見逃してました、これは。普通にシンプルに上がってきたんだ、あれ。なるほどね。じゃあここ簡単だわ、スタート届きますわ。よし、そろそろか。魔女の眠る場所か。あった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 。ロボゴクの話だと、はあ、カブトは棺の中だっけ。お、アッシュワインダーの死体あるね、死体。同胞が兜を持ち去ったの、ロドゴクに見せよう。なるほど、アッシュワインダーのやつらが持ち去ったのか。こいつは亡者にやられてんのか。もうちょっとなんか相打ちってこと。でも、あ、なんか最近死んだ感じすんな。全然昔の死体って感じがしないな。とりあえず宝箱だけは開けさせてもらっといて。なんだ、奥に道があるけど。扉を開ける仕掛けがどこかにあるはず。
ザ・ホグワーツ地域、火つけるとかそういうことかな。コブリンゴ開かないか。え、これ全部つけるってこと？さては陰性目ってことか。あ、違うか。コブリンゴ、あ、そういうわけじゃないのか。え？え？なんだ？引っ掛けとか言っときながらもう開いたりする？これ開いたわ普通に。開くんかい。で、ここからどこに繋がってるんだこれ。出れるのか洞窟から。あ、出れんだ。どこここ。あ、え、入り口じゃんシンプルに。あ、え、そんなことあっていいの？繋がってるわけなくない？あそこからここに。まんまいいか。不思議魔法の世界って。よ、ロドゴク、なかったよ、カブト。ロドゴク、うん。石棺は荒らされてました。カブトはなくて、アッシュワインダースの一人が死んでただけでした。嘘じゃないから、本当に。先起こされたか。これは指あげないよ。これ以上、ルックウッドがランロクに恩を売る前に、うん、何としても手に入れなければ。アッシュワインダースとか、ルックウッドの参加か。悪いが一人で行ってくれ。私はもう戦える体じゃない。次こそじゃあ人間との勝負か。ルクウッドのキャンプだ。いつだか必要かも。仲間、仲間いない？なんか戦える仲間。時間はない。ルクウッドより先にカブトを手に入れろ。一人で行けって。マジかよ。ランロクに対抗できるチャンスを失ってしまう。対抗できるチャンスに関係してんの？あのような異物が腐った泥棒どもの支柱にあるとはな。オッケー、じゃあアッシュワインダーの結構近場にあるんだ、本当に。そんでオッケー、じゃあ戦闘デッキに戻しといて、マップ通りに行けば見える範囲にあるんじゃない。ああ遠かったわ意外と。うわびっくりした。急にワープするのやめてくれる。盗賊からパブと取り返しましょうか。どこにいる？ここら辺か。いたいた。あ、いたいた。アッシュワインダーズ、待って、聞か、あ、なんかおる。ああ、あ、トロールが、俺トロールが、これトロールと協力するか。協力しよう。一旦ここで待っとこ、待っとこ。いやー、行くな行くな行くな、待っとこ。やられてる、やられてやんの。あ、バレた、バレた、待って、バレた。いや、トロール君待ってな、待ってな、俺じゃだよね、やるのね。あ、そうだよ、そうだよね、先にやりなくて気がいるよな。よし、やれやれやれ、よし、やれ、頑張れトロール。何あの上のやつは、 何が飛んでんのあれ。あ、闇の魔法使いだあれ、そういうことか。闇払いだあれ、闇払いじゃねえわ。真逆の存在ちゃった。お、デパルスとかやってる。いいぞ、戦え戦え、いいぞ、戦え、いいぞ、やっておしまい。トロールの方がね、単純に倒しやすいんで、一匹の方が。おー、強え、500ダメージも入ってる。あ、やられた。あと一匹。おー、耐えるで処刑に、そんな大岩投げられて。あ、やられた、オッケー。これ以上でしょ。よし、あとお前だけだな。よし、まずはエクスペリア、あ、効かねえ、あ、効かねえ、あー、いって、いって、アレストモメンタム、あ、あ、ちょっと効くじゃん、モメンタムは。やばいやばい、あー、ぶねえ、あー、ぶねえ、ガードできると思ったらガードできない技だったわ。コーフリングを、あ、早すぎるな、早すぎたな、今目にも止まらんかったわ、シンプルに。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、ぶねえ。まあ、トロールクはね、単純なんで、しっかりガードしてステップやっとけばなんとかなるんでね。バックルだけ受けて、そう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 、オッケーオッケーオッケー、はい、スーツやっぱいい、うん、コーフリンゴ、あっぶね、2発目はガードできる、ナイス、成長してる。やべ、つかなかった、コーフリンゴ、あーぶね、あぶね、エクスペリアムス、最後は古代魔術、オッケー。これでトロールの鼻クソゲットしといて。おお、何これ何これ何これ、あー、気づいた、そのままなんかベイブレードみたいになったけど。おぼろ回ってましたけど、コマみたいに。でトロールくんがアッシュワインダーのやつらを全員倒してくれたんで、どっかにあんだよね、映んない、並べるように。あ、あったあったあった、奥だな、この奥のテントにあるわ、ありますわ。なんか雲が捉えられてる。
わ、気持ち悪い。見んでよかったわ。やった。あった、あとコットの大カブト。ルックウッドのためにいた、暗殺者。なんか似合ってないよ、そのマスク。マジでフリペンドやっといて、まあ、多分シンプルに弱いんだよね、こいつら。危ねえ、危ねえ。グッドやっといて、プリアームス呪っといて、奥のやつも呪っとくか。オッケー、これで全員呪っといて、これで全員にダメージが入るはずなんで。あ、死んだ死んだ。あ、ずっと浮いてる。あれ、無限に浮いてんのかな。コンプリンゴは絶対に払わせる。あいつ、こいつずっと浮いてんのかな。どんな気持ち今。あ、さすがに戻るのか、ちょっとしたら。アレストモメンタム、モメンタム。どういう気持ちそれ。フトリフィカストタルス、フトリフィカストタルス。あ、できんだ、そういうことも。強っ。アレストなんとかモメンタス、モメンタス、モメントル、モメンタスメモントール。わかんないけど、呪文がアレスタスモメンタスだったっけ。わかんないわ。待って、いや、とりあえず、うん、人間弱いな。人間ってもろいな、やっぱり。うん、よくわかったわ、人間はもろい。取り返してきたよ、カブト。よかったね、分搬される前で。よくやった、うん、ランロクは感心するだろう。どうぞどうぞ。この兜の輝きときたら想像以上じゃないか。このエッチング、エッチング、側面の曲線、実に素晴らしい。エッジってやつね、エッジ。いやー、ちょっと同調しとくか、さすがに。とても綺麗ですね、こんなに喜んでる人の前で。否定できないわ。殺しも、さすがのフラメンコ君もいるのだ。盗賊は命拾いしたな。うわあ、そうならなくてよかったです。ゴブリンもありがとう。荒ぶるんだな。これでランロクの信頼を得られる。そんな気すぎ男なんだこれ。すぐ届けよう。オッケー。気がそれて捜索の手も止まるかもしれない。捜索って？ああ、まだはっきりしたことはわからん。お前隠してか何か。お前にはとても感心したと思うよ。話せ全部。おい、話せ全部。信頼してよかった。待て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 。お逃がせないぞお前。また話そう。協定のことはひとまず伏せておく方がいい。私たちの目的が一致していると信じる者は少ない。なんか隠してんなこのおっちゃん。大丈夫かな。なんかロドコクがさ、私に言ってなんかランロクに信用してもらえずに、なんか死体となって帰ってくるみたいな未来ない。大丈夫、ちょっと生きて帰ってくるからお前。うん、まあ生きて帰ってくればいいんだけど。これでじゃあ、こんにちは。ストーリーは済んだかな。時間ができたら3本の放棄に寄ってくれない。はい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 、したいことがあるんだ。また白田の元に戻ればメインストーリーの続きができますよと。お、セバスチャン、妹のアンが。わ、いいね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 。参ってる。一緒に会いに行く約束。妹のアンサローかな、アンちゃんに会いに行きたいな、さすがに。これはホグワーツのすぐ南だ。そういえば南ね。爆発の呪いは役に立ってるか。立ってるよ、コンフリンゴ。未だに僕愛用してますよ、コンフリンゴ。コンフリンゴ、うん、動物学の授業に出たから、今後のさらなる学習に備えて、うん、ディークに部屋を使えるように言っておいたよ。部屋を使えるように。部屋に行けば会えるよ。部屋って何。部屋って秘密の部屋、俺の部屋ってこと。しばらくローランドおじさんから連絡がないの、それがすごく心配で。中庭に来てくれない。誰だお前。待って待って、最後の一人だけ誰だお前だったんだけど。まあいいか。またじゃあメインストーリーが3つ終わって増えましたね、ズバッと。はい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 。はあ、はあははあ、は。セバスチャンのやつはちゃんとしたメインストーリーなのか。なるほどね。で、あ、これもそうか。あ、出現呪文の呪文クラフトか。あ、なるほどね。これ出現呪文とか呪文クラフトとかは、ストーリーが進むっていうよりはなんか自分のね、自分だけの部屋みたいなところをいかにこうカスタマイズするかみたいな、そういう要素になってくるんで、まあもしかしたらもう個人的にやっちゃうかもしれないな、これは。うん、で、本当の友達シローダの、うん、サブストーリーとオークスの物語。誰だお前マジで。あったっけこんなの。まあサブストーリーやって、まあこれは個人的にやろうかな。それかサブストーリーやって、まあカット挟みつつパパッとやってね、なんか、ウィーズリー先生がストーリーの話とかしだしたらいけないんで、やりつつ、まあ本命のメインストーリーはこのセバスチャンの話って感じか。オッケー。まあ次回はまたサブストーリー会になりますかね。というわけで、オッケー。じゃあ今回ここまで。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。